ちなみに、的にはここまでしか入ってないんです。あ、大丈夫です。あとでチェンジする。いいのかしら、絞っていいのかしら。あ、このモニターはどうするんだろう、ま、社長。ジャスラックって入ってます。流す。音出していいのかしら。中でも流していいのかな。あ、いいっすよ。いいそうです。いいですか。はい。ありがとうございます。お願いします。ここに何話すんですか。何しようか。そう。何も決めてね。一番怖いさ、ただ一番怖い。ゆうやかな、うん、じゃあ。羽生結弦の話だったらあんたたちが思ってるじゃん。安全品が受け取り必要としています。うん。これ何どうでいいの。しばらく受け取り聞くの忘れた。もういいんだよね、告知して。今じゃないですか。次の週の生態だから。必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。冷蔵庫に隙間ができると。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょこちょこ。用意したって喋んないくせに雰囲気本当雰囲気でオープニング何話しますよ。それ笑っちゃっても大丈夫な。全然大丈夫、全然大丈夫。をかけて撮ったんです。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしてます。またこの放送はユーストリームでも同時な30秒前です。ドリームキングダムと検索してもらうとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもぜひお楽しみください。必要ねえし。皆さんこんばんは。こんばんは。いやもう9月っすよ。早いですね。早いよね。秋ですね。秋なの？秋ですよね。本当？夏ですか？いやもうまだミワはエンドレスサマーを続けてるんだけど。先週から先月から続いてる。そうそうそう。でもね、なんかここ急に昨日ぐらいからちょっと涼しくなっちゃって。あ、でも暑いですからね。十分。あのごめんね、今話そうと思ったのが全部台無し。まあでも気分はまだまだ夏休みのまんまで楽しみたいと思いますけど、はいはい、そんなアトム、9月今月からね、はい、実はメンバーが1人増えましたね。増えましたと言っても今日3人しかいないから。来ちゃいない。来ちゃいない。リーダーがまず来てないからね。でもギターが1人増えて、この前新宿のライブハウスでお披露目、はい、ね、いきなりねリハもままならないまま。何回？2回ぐらいじゃない、ね、合わせたの、うん、よく頑張ったね。頑張ったよね。まあでもアトムっぽいんじゃないかな。そうですね、うん、雰囲気が次回からはこの席に座らせようと思ってるので、うん、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、他に喋ることないの、うん、まとめちゃったよ、あんたが。今がせっかくもうエンドレスタマーの話しようと思ったのにさ、もう閉じちゃったから。いいか。じゃあもう一回エンドレスタマーの話しましょう。しません。ということで、早速今日もアトムの曲、はい、行っちゃっていいかな。どうぞ。すげえ、ハマった。綺麗にハマった。もう、そういうとこだけハモんだよね。今日聴いてもらうのは前も一回流したけど、マジェスティック・ヴィーナスっていう曲、うん、アトムじゃね、アトムっていう名前知らなくても、うちはフルバンドねっていう、うん、有名な曲ですね。有名なんだ。有名っつちゃった。でも最近ほらタオル振る曲もあるじゃん。あ、そうですね。お客さん大変だよね。はい、うちは持ってタオル持って、うちは持ってタオル持ってみたいなね。旗揚げゲームみたいな。そうそうそう、そういうの増やしていこうと思って。ということで聴いてください、マジェスティック・ヴィーナス。
邪魔なんだか助けてくれるか全然わかんない。この二人から目が離せなくなる。なんだな。もっとだよ。もっとだよ。こっからも安心です。こっからもうすごい伸び伸びしてる。そっちに移動しちゃっていいの？あ、してください。どうなる？どうしたらいいんだろう。あ、これのままで。はい。でもそこだと入んないから後ろに入んないから、ね、多分ね、3歳くらいまで入ってる合格になったから。ちょっとまず見てみてみよう。そっか、これは見えないけど。そう、これは、うん、入ってるよね、うん、これは今、生でやってるから。もう出すの、入る、はい、入る、入るどこに入るの、どこに入ったら入るの。こうやって持ってると、ここって入ってた、はい、入ってるってそっちで切れてるんですけど。だってこの前なんて竹彦がうちのリーダーがこのユーストリーム生だからって言っていきなり来て、本当に生でやってるのかどうかって。あいつ本番でいきなりこうやってつけて、でなんかマナーモードにしてるから大丈夫だろうって思ったらしくて、そしたらミワの声がどっかから聞こえてきて、あ、はい、言いますで、えって思って、もう放送事故かと思って、じゃあなんかこうやって慌ててるから出たーと。自由だね、ほんと自由。もうユーさん入ってるんですか。大丈夫か。こっちには入ってる。こっちには。さあ入ってる。でも見てる人はオンタイムで見てる。じゃあそろそろそのままフェードアウトで、はい、いい後ろでかけといてください。いい、はい、今お聴きいただいているのはアトムでマジェスティックヴィーナスです。また曲聴いてる間に席チェーンをしましてですね、Facebook 等々では宣伝してましたが、本日のゲスト、やっとですね、オファーしてから何ヶ月みたいな、リンクスの皆さんでーす。もうまさに Facebook でも言いましたけど、ボーカルのミワさんです。ミワでーす。ミワでーす。ダブルミワでーす。何のコンビで新しいの。でも本当まさに初めてね、ミワさんと会った時、はい、ミワっていうボーカルの人がいるんだよっていう風に聞かされて、で、え、そうなんだってまだ何も知らないこっちのミワは、いきなり懐いたという。ミワも知らなかったミワですミワですみたいな状態で、あれがもうかれこれ6年前とか7年前とかそんぐらいですよね。長いですね、お付き合い。長いですね。もうそろそろ先に進んでもいい。あ、そうですね。ということで、じゃあ皆さんの方からメンバー紹介してもらっていいでしょうか。はい、ですね、はい、ボーカルのミワです。もうそこいいんですか。はい、2回目です。はい、ここベースのアキくんです。ベースのアキです。イエイ、はい、以上です。そして、ドラムの沢木優です。沢木です、お願いします。イエーイ。そして、本日、今日は来れないというギターの、ジンクのここになんとリーター的なギターです。今、ね、ラジオ聴いてる方はあれです。わざわざ美和さん写真をですね、段ボールに貼り付けて、で立体的にギターは切り抜いて、はい、一緒にね、今日は参加ということで、そうです、連れてきてくれてる。気持ちは一緒だよっていうね、優しいね。うち大丈夫？5人中3人しかいないけど。いつもいないですからね。こういうことしたことないよね。いや、これ最初に最後です。で、ね、このギターの方は、はい、綾野剛さんに似てる。そう、うん、そう似てる、うん、ね、似てる。なんで連れてこなかったんですか。なんでこっちが来ちゃったの。本当にすいませんな、本当に。どういうことなんですか。ねえ、ジン君ってあんまり言うとセクハラだって言われる。セクハラもさ、うん、ちょっとだんだんさ、パワハラって言われるようになってくるからさ、気をつけないとね。そうですね、確かに確かに。パワハラが過ぎますよね、最近ね。最近ちょっと待って、何見てんだよ。同じ、そこで絡まれる。
いやなんか無言でチキンがずっとなんか見てんなと思って、いや楽しいなと思ってすごいでしょ、こっち側になんかリスナーな感じで、はい、どっちかっていうとチキンは初めてだもんね、ミワさんのリンクスメンバーね、ミワ、はい、です、はじめましてミワです、今日これもダブルミワです、ミワです、そんなミワさんですけど、はい、実はあの3月だか4月だか、はい、ご機嫌レディオの方においおい今日、まあですね、ゲストで出た時に、うん、そのまま彼ら新宿なんでね、うん、送ってって、そしたらちょうどそこの箱で美和さんが出てるっていうことで、わ、何年ぶりにサプライズでいきなり、そう、そう会いに行こうと思ってそう、ね、本番は もちろん来てることを知らずに終わって汗だくで楽屋にいる中いきなり何の前触れもなく、美和です、久しぶりですっつって、こっちも美和ですそうなんです、もうそれが本当数年ぶりの、本当だ ね再会で、久しぶりだったのね、そうそうそう、ご無沙汰しまして、いいえ、とんでもございましたで、まあね、あの今日の数ヶ月後の本日に、はいはい、なるわけですけど泣きそう何にも泣く話してねえねえエピソードがすごいいいエピソードで泣けるあのー、泣いてる、俺ら泣くとこないでしょそう、最初に会った時あの 5X っていうバンド、はい、ジョージ東さんの、はいはい、あのそこのボーカルも美和さんは務めてて、うん、でそこで、知り合ったというか一緒にご一緒させていただいたんですけど、うん、でその後にスパイラル、そうですね、その後が、うん、そうスパイラルで、沢木さんとかもあって、うん、でリンクスでもやって、うん、でもずっと会ってなくてっていう、でもその覚えてあのね多分ねそうさっきあの打ち合わせしてる時からまあ話を聞くと、うん、沢木さんも覚えてるし、ミワも覚えてて、覚えてないのはもう一人のメソッドだけ覚えてないミワですそうなんですよ、すごいね記憶力、うん、だってもう本当あの当時のジャケットまで覚えてるそうでしたね、うん、すごい好きなんだね私のことなんかよくよく甘栗差し入れに行ったよね、そう、あ忘れてました、ごめんごめんやばい今、あそうだそうだよ、美味しかったもん、食べたことないぐらい美味しかったちょっとちょっとあのすいません、メンバーに聞いてもらっていいですかじゃあリンクス、そうだ、もう喋ってるわけじゃない、曲せっかくね、はい、ほらアルバムできたんで、そうなんです、その中からまずは1曲聴いていただきたいと思うので、うん、はい、美和さんの方からじゃあご紹介お願いします、はい、では、リンクスで Shake It Now、完全に美和そのまま30分喋りそうになってたやばい、やばい、痛めん、おい、痛めん、喋ってここにいる人とも変わる、大丈夫ですいなくなってたらさ、放送事故だと思われるよね、なんかぬいぐるみがこう座ってるやつ、あー、たまらない、そうそうそう、ね、ピースそう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 、ね、あれ、ここの喋ってるのも、うん、あの、YouTube では流れるし、Ustream でも流れるので、はい、あ、流れてる、流れてます、で、ラジオは今曲だけが流れてる、ちょっと面白いこと言っていたから全然何言ってもいいっすよ、じゃあ、ちょっとあれ、赤粉入ってるんじゃないですか、さっき仕込んでたじゃない、入ってる入ってる、おいおい今日だよ、おいおい今日だよやめて、気持ち悪い、あ、ごめんなさい、放送中の不適切、この曲はそのまま BGM ですか、それとも、あ、BGM でお願いします、大丈夫です、ありがとうございます、いいね、これなんかすごい飛行機の少ねえよ、メーカーとか近すぎねえか、怖えよ、こんなんとんだら、はい、ということで今お聞きいただいてます、リンクで Shake It Now、 なんかもうあの曲かけてる間盛り上がって、しかも大したことじゃないことで盛り上がってるというね、珍しいパターンですけど、泣きそうこのアルバムは、いつから発売なんでしょうか、11月の16に、うん、16発売予定で今いろいろ進めてます、はい、なんか
全国。そうですね、初めて。今までは4枚ぐらい出してるんですけど、はい、まあ自分らで作って、うん、もう手売り、まあ小さい小さい規模で、でそろそろちょっとちゃんとやってみようってことで、去年ぐらいからずっといろいろ交渉して、はい、ちゃんと何ですかね、発売できる下地を作ろうと。なるほど。でやっと今ゴールに近づいてきてるかなっていう感じですね。ツアーとかは？ツアーは特にまだ組んでなくて、うん、まだ東京と近郊だけなんですけど、一応1月ぐらいまでは、はい、ライブが入ってると、うん、真面目だねいや多分ですよ、多分誰かしらが真面目なキャラを演じないと多分何の告知もできませんそうくだらない話だよテイクオフのあっちゃうんですよそうこれがかっこいいここ2人ダブルミュアやんちょっとやばい、うん、多分ね、本当は何にも宣伝できずに終わる可能性大なんすいません、はい、で、なんだっけなんだっけ宣伝は OK です、はい、ちょっとストーリーを話しましたついでにライブ決まってるところとかじゃあ私ですか、うん、あります、あります、はい、まずですね、9月のカメラ目線で9月の24日、土曜日、24日って言うんだよ来週の土曜日、三軒茶屋の赤ひげというところで、はい、ワンマンライブをやりますはい、はい、そしてその時は、その曲、全部アルバムの曲やります、うん、おう本当はこうレコーズだったんですけどね。ああ、なるほどね。まあまあまあ。でもお披露目はするから。一応 PV ぐらいお披露目させてもらうっていう。はいはいはい、そう、PV が、ね。いいな、PV 撮りたいよね。撮ってください。一応ね、年齢がこう隠せるような感じで撮ってあります。本当ですか。じゃあ、引きで引きで。うちもお願いします。モノクロ多めなの。モノクロ。そうそう。モノクロ。セピアはやめたんだっけ？そう。ちょっと逆に老け込んでしまう基本モノクロ多くて映画のようなザラついた質感であっていう、ね、その肌のキメのがあまりわからないそこまでと言って一応先を読んでなるほどね伝えて、そうです違うのも埋めました、はい、そしてですね、はい、10月の22日、土曜日これが、はい渋谷のラママラママ、はい、おおそして、11月の13日、はい日曜日、はい、これが、なんと、レコ発というか CD を先行発売します、うん、イエーイ先行発売しますここで生きてきた噛みましたね、いいよ、ここで来ていただいたら、何かいいことがあるんですか？あるんだっけ、ね、美和さんのハグとかなんで知ってんのもう一段上のもう一段上きつめのハグいや、そういうことだね加減の問題場所、うん、おい、とりあえず四ツ谷のアウトブレイクです四ツ谷のブレイクはいでもあれですよアトムなんて今のヨーロもずっと発売してるやつだけど先行発売しますっつってからね出す出すリンクスには負けないもうねいろいろありまして先行予約取ってそこからですね、1年以上だよね長かったねえほんとダスダスなんちゃらだよ一年は長いっすね長いね辛いね辛かったでそうでなんかもうすごい本当スタジオで撮ったような CDR ね特典とか言ってつけてね、うん、でも最終的に下手したらタオルぐらい上げてねほんとすいませんでしたっつって長かったっすもんね長かったタオルつけないとやばいぞダスダスタオルも発注間に合うかなつけないとやばいからねそれだからあれだよ予約にしとけばいいできたら送りますあげる特典を予約にするんだよ予約特典を予約にするんだよわかるこれ面倒くせえなそれここでの会話じゃないですか裏での会話失礼いたしました、はい、じゃあ、もう一曲聴いていただきましょうかはい、はい、じゃあ今度は誰が紹介しますじゃあどうぞ、いや読み方がちょっとあれなんで怪しいんで皆さんお願いしますこれですよそれでは、はい、リンクスで Take Me Far Away
かっけー、なんだそれ、 Take me from me、 なんだそれ、 R 入ったで、 R、 え、下巻いたりする、巻きました、これ巻き舌得意なんで、巻きスペイン語喋れないんで、巻き舌得意なんで、知らんな、うちベッタベタだね。いやだってみよう、今日の告知を、うん、あのリンツの方でしてくれたあの記事を見て、うん、うわすげーと思ったもん、なんで、あのうわー書いてくれて、しかも下に英文で書いてあって、うん、さらにラジオブログとかのリンクも貼ってあって、そう、マメだなと思って、うちのリーダーにほら見てごらん、沢木さん見てごらん、美和さんこれをシェアしてるだけだよ、そうそうそうって言ったら、アトムでは、うん、俺が美和さんだって言い出して、意味わかんないしみたいな、なんでそれ逆ギレいや、てかシェアもしないじゃんって言ったの、そしたら、うん、いやそれはね、ミワがね、アトムで乗せてくれるからだよ。そうなんだよね。いや、そんなんじゃない、こっちだよ。やってくれる人がさ、いるから、シェアって感じ。安心してね。うん、そうそうそう。英文だけ書いてもらって。うん、いや、今週もやるんだけど、だから爪が甘いですよ。何かとね、そう。いいんです、役割分担ができればいいんです、役割分担ができれば。ね、目が細い。役割分担できるといいんですよね、メンバー内で。いや、でも本当ね、マジに爪甘いですよ。ここ一方、出てるかしら。はい、じゃあそのまままたバックでお願いします。ということで、もう一曲聴いていただきました。リンクスで。Take me away。 巻いた巻いた、巻いたかな今。うるさい。いやでもこんな兄貴ですけど、もう昔からそう、美和さんのことを美和姉貴って言われて兄貴って言われて、そうそうそうなんだよね。本当に栗美味しかったよ。おいしかった。本当に覚えた。本当に覚えた。悪かったなって思ってちょっと反省しました。もうあの、いや、バンドだとめちゃくちゃかっこいいんだよ、うん、かっこいいって言ってここに言っちゃった。バンドだとね、今いや本当歌ってる姿とベシャリのそのギャップが、うん、萌えみたいな。いや、まあメンバーなえですけどね。なえてないじゃん。うまいね。椅子もう一個あげようか。ありがとうございます。本当でもね、歌ってる時はうわー近寄りがたいっていう感じから、MC 入った時のあのグダグダ感一気に近寄ってきた。そう、近寄ってきた。いけるみたいな。いけるみたいな。そんなのも多分リンクスの魅力の一つだと思います。あ、いいこと言うね。また泣いてしまう。どうですか、戦して。じゃあ、あれですね、またアウトブレイクとか、うんうん、顔を出しに、もういやでもぜひ一緒にね、うん、そうだよ、本当、うん、そうですよね、ちょっと考えてますんで、はい、よろしくお願いします、こちらこそお願いします、はい、そこはやっぱり任せる、ダンドルがお願いしますよ。もうでも本当大先輩だから、あのいろいろね、こっちね、そういうほらうまい PV の出し方とかさ、私分かり合ってるすごいよ、本当あのいい感じですよ、今日この雑談、うん、楽しい楽しい感じで、まだ若いです。それでもね、多分若い人って言わないっすよね。まずどっちかっていうと、いやもう結構年なんでっていうのが若手のセリフで、結構欲しいなまあでしょうね。面白い、やばい、すげえ早いな、そういう人。まあでしょうね、でしょうね、しみじみ。今日もリスナーだね、君たちは。面白いな。面白い、本当、はい、ありがとうございます、なんか嬉しい。チーマルさん、もうやばい、言ってくれてんだからさ、そこなんか喋ろうよ。何満足しちゃっての名前言ってくれたみたいな。本当チキン、見捨てちゃうとかする。やばい、チキン、チキンさん。さん。ダメ、もう言いますよね。はい。チキンさんの方がいいですか。あ、もうチキンで。いいですか。チキン。
もう一回チキン、ありがとう。その辺は終わってからにしましょうか。はい、じゃあ、先ほど言った告知の話ですけど、はい、24日一番近いのが24日ですね。そうですね、はい、はい、来週の土曜日三茶です。三茶赤ひげ、はい、ワンマンで。そうなんです。ここはライブハウスなんですか？ライブバーです、ね、ライブバー、まあ、結構小さいんですけど、うん、すごい綺麗なお店、でなんかスクリーンとかもあるんで、うん、映画の上映とかもあるんですよ。なんでじゃあ PV ここで映したらいいかなと思って、ね、オーナーさんに相談したらぜひやりましょうってことで。じゃあそんな素敵な会場でグダグダな喋りと一緒に、そこで映画流したの。いやいや、ビーブリー今聞いてました。英語っていつも英語に聞いてないよなっていうことで、2時間くらいじゃあ映画見るんですか。長いよそれとか。なるほどね。ぜひぜひ、じゃあ24日はリンクスのワンマンに皆さん足を運んでください。ということで、うちもほら告知しなきゃ、はい、うん、チキンズコーナーはい、はい、いいですか。どうぞ。まだエンディング流れてないですけど。いや流れてますよ。聞いて聞いて、あ、撮ってるわ。はい、どうもチキンです。ライブ告知させていただきます。はい、今月9月はですね、30日金曜日、新宿ワイルドサイド東京であります。はい、10月は結構アトムいろいろなところでやるんですよね、うん、4本あるんですけども。おー、すげえ、なんか入れすぎてんのね。説明するより、詳細はウェブで確認してもらった方が早いと思いますので。間違いないね。いろんなとこ行きますんで、いろんなとこで、アトムのメンバーと。いろんなとこ行かないですよ。会いたいと思います。あと、あれですね、アルバム、ヨーロ、先ほど、皆さんからもありましたが、発売してます。タワレコは HMV、日本、どこでも売ってますので。まあね、今、ダウンロードのやつもやってるし、はい、うん、あとはまあ、ネット通販みたいなので、はい、お買い求めいただければと思います。先ほど言ってた、どこでも後でウェブで調べてくださいってチキンの方が言ってましたが、URL、a.t.o.m.はい、ロック、間違えたドットいらないんだ。atom-rock.com です。はい。皆さんが間違えた。なんかこっち間違えた。すごいですね。俺が間違えた。ごめんね。はい。ということで9月30日、アトムライブがありますが、実はですね、その前に、9月の26日。ゲットザピースっていつもアトムがゲストバンドとして出てるんですけど、今回はミワがピンで、ゲストで出ます。その日にしか見れないバンドを組んで、その日しかやらない曲を、まあ、カバーですけど面白おかしくやりたいと思うので、よかったらセブンスアベニューの方に足を運んでください。今ミワなんつった、6月っつった、9月26日。はい。よろしくお願いします。まあ、見事だからしょうがないですね。じゃあ、そんな感じで、もう時間が結構ないので、はい。リンクス、これからもいいお付き合いをしていただければと思いますので、はい。呼んでいただいてありがとうございます。いえいえいえ、よろしくお願いします。ということで、あ、来月からそうだ、時間が変わります。アトムのご機嫌レディオ。第1週目の、大事なこと言うの忘れた。第1週目の金曜日、19時から19時30分の放送に変更になりますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でお別れになりますので、最後にさようなら言いましょうか。それでは皆さん、さようなら。なんで拍手。